ミンクス代表取締役社長の岡村です。ミンクス銀座店取締役の土屋翔です。アビー代表の松永秀樹です。はい、アビー副社長小田島です。美容エディターの桑名真理子です。では本日はよろしくお願いいたします。バッテリー回を重ねるたびに奇跡のコラボレーションが起きてるんですけれども、アビーさんとミンクさんに今回はお越しいただきました。お願いします。美容サロンは普段接点は終わりですか？サロンとしてっていうのは、僕は松永さんとはこうちょっと同い年なんで、僕は岡ちゃんって呼ばせていただいてるんですけど、お互いの素敵なところであったりとか聞かせてもらえたらなと思うんですけれども、はい、もう僕からしたらもうナンバーワンっていうぐらいのチームだと思ったんですね。松永さんは僕本当にこう昔からこう、はい、よく業界誌だったりとか一般誌とかでずっとこう本当に若い頃から20代の頃からこう出てて、はい、でなんかこうあんまりそういう同級生でそういう人はいなかったんですよね、はい、その当時って。だからなんかこう、あ、こういう人はいるんだ、うん、でもすごく上手だったんですよ、上手だなと思って、はい、それがすごくこう印象的で、うちもそうですけど、やっぱりアビーさんもそういうベーシックとかそういうことを大切にしながら、うん、ちゃんとこうお店を運営して展開してるんだなっていうのが、うん、すごくこう見てて思って、なんかそういう部分ではね、すごくこう近い部分は感じてます、部分は個人的には、はい、いやもう本当、はい、でバッテリーなんですけれども、それぞれのサロンさんを代表してサロンを導いていただいている2人 の, パートナーで来ていただいているので、それぞれの役割とどんなポジションからリレーションを取ってるのかっていうところをちょっとご説明いただきたいなと思っておりまして、ミンクスさんから、はいはい、今彼がミンクスのカットの、はい、ベーシックの方からはもう全部彼が責任者という形で、はい、その教える人たちを彼が、はい、全部教育してくれて、はい、僕割とちょっと感覚的なところがあって、はい、でもそれを結構彼がちゃんとこう、はい、理論的に、はい、こう落とし込んでくれるというか、はい、いや岡田さんそれちょっと多分違うと思いますよっていうような感じで、やっぱりその教育という部分でいうと、やっぱり自分もしてもらってきたことなので、はい、だから先輩たちにしてもらったことをしっかりと後輩にもしてあげたいなっていうのが一番根底的な部分で、社内教育に関してはやっております。ではアビのお二人はどのような、僕は全体のこうことを見ながら、はい、どっちかというと外に出たりとかするポジションで、はい、私も一応教育中心で、あとスタッフの個性をきちんと見分けて、はい、マネジメントするっていう役目ですね、はいはい、守りと攻めっていう感じですかね。正直そうですねミックスさんは攻め守りっていうところでかしこまりました。では攻め同士守り同士でのお話もいろいろ聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。今日のテーマである技術力っていうところから早速聞いていきたいんですけど、皆さんどのように積み上げてきた技術力をサロンに落とし込んでるのかなっていうところをぜひさせてもらえたらなと思うんですが、ベーシックっていうのは原理原則変わらない、はい、例えばワンレングスグラデーション、はい、レイヤーで作られるヘアデザインのパターンですね、はい、ただそのウェイトもちょっと時代によって低くなったり高くなったりとか、はい、重くなったりとかちょっと丸みがあったりとかちょっと変えてはいるんですけど、はい、今の時代のベーシックっていうのをまず作って、はい、それをどうやってこうお客様に落とし込んでいくかっていう、こう例えば毛量調整、質感調整、いわゆる最終的なフィッティングみたいなことを、ウィッグを使ってまずやらせた後に、モデルさんとかで、教育していくっていう流れですね。ベーシックが変わるもそうだし、あと入ってくる子も変わってるじゃないですか。自分たちが作りたいヘアスタイルって世代によって変わってるんですよね。はい、だからそれも落としつつ、でもシンプルなスタンダードな基本となるグラデーションカットも教えておかなければいけないじゃないですか。だからそういうのもありつつ、古いのも新しいのも入れつつやってます、ね、そういう意味ではこう教える側も柔軟性を持ってトレンドを取り入れながら、交わりってすごくミックスするのって
ずかしいかなと思うんですけど、そうですね、あこの子伸びるなみたいな特徴っていうのってありますか、それぞれで。コロナの件もあって、はい、僕も外にいつも講習セミナー出てたんですけど、はい、まあ少なくなって、はい、そのコロナの2年間ずっと技術者にカットを教え続けてたんですよ、はい、シェイプの仕方、はい、あとハサミの改変、はい、全てやっぱりこう上手くなったんですよね。なんであのアシスタントももちろん勉強する内容大事なんですけど、はい、やっぱり技術者に教えた方が今の時代いいってわけじゃないんですけど、はい、楽しんで仕事してくれてるなっていうのは、はい、感じますね、はい、そこをやらないとなかなか伸びないのかなっていうふうに、あのうちでもまあそういうことをやってて、はい、やっぱりある一定の売り上げになった子たちを、はい、もう一回あのやっぱり一からベーシックからやり直すんですよ。ベーシックを1年間彼が教えて、はい、でここで受かった子たちが今度僕のところに上がってきてっていうのを、はい、あのやるんですね。そうするとやっぱり圧倒的に技術力が上がるんですよ、うん、でやっぱり美容師さんって上手いとやっぱり自信がつくんですよね、うん、お客さんはやってるけどそうだと思うんですよ、うん、でやっぱり自信がつくとだんだんこう美容師としてこうオーラが出てくるから、うんうん、やっぱりそういうオーラが出てくるとやっぱりお客さんもつくんですよ。でそのカットだけの話じゃないんですけど、やっぱりそういう自信をつけさすっていうことがやっぱり大事かな。例えばですけどトレンドのスタイルだったりとかその時代の最先端を行くスタイルっていうのも基本的にはベーシックの技術で作られているものなので、例えばインスタで見たこのスタイル真似してみようかなって思ったとしても、それから自分の頭の中で思い描いたヘアスタイルを作ってみたくてもやっぱりベーシックをしっかりと習得していないと再現できないんです。その再現するためにはやっぱりベーシックを学び直す必要があるよねっていうことにデビューしてから気がつくことが多いと思います。なのでその僕が担当するようになったそのまあデビューをしてそれなりに売り上げは上がったんだけれども、ちょっと一旦停滞期に入った子たちっていうのを正直技術チェックするとまだまだ甘いところがたくさんあるんですね。90点ぐらいいったとしてもお客様はやっぱり90点だとリピートしてくれないので、それを95点から100点ぐらいまで引き上げるために何が違ってどこを直せば100点になるんだっていう話をするのがそのスタイリスト勉強会なんです。スタイリストデビューとしてOK になるっていうところ、特によく見てらっしゃる点っていうところをそれぞれで聞きたいなっていうのがありまして、再現性がいいカットなのかとか、はい、持ちがいいカットなのかっていうところはやっぱりチェックではいますかね、うん、なんかこうデザインってきっとそのね子たちの中でのトレンドっていうのもあるし、はい、うん、でそれってやっぱりデザインって結構こうある意味自由だと思うんですよね、うんうん、でその中ででもやっぱりそういう技術の質って、まあ、別に年代とか関係ないし、はい、うん、それがこうちゃんとこうできてるかどうかっていうところは結構僕は割と重要視しますかね。僕はやっぱりモデルさんが可愛くなって喜んでくれたかどうかっていうのが一番大きいかなと思っていて、そのモデルさんに対してどんなヘアスタイルが似合うかっていう考えて、その考えたヘアスタイルをどういうふうに再現しようかっていったその過程を僕は結構見てるかもしれません。まずカリキュラムの技術がしっかりできてるかどうかっていうのはまずマストで、僕か小田島か中村のアシスタントを最終的に通って、はい、スタイリストデビューするんで、はい、どのくらいサロンワークの中の空気感がいいかとか、はい、テクニック、スタッフを引っ張るパワーとかそういうのを加味しながらデビューを決めていきます。外せないっていうわけじゃないんですけど、あの本当に単純なことの繰り返しのスタイルが多いんですよ、はい、しっかりシェイプできるとか、はい、その繰り返しをでき続けていくと、なんかこうテストの途中でウィッグ切ってるワンシーンを見るだけでも、はい、あ受かりそうだなとか、シェイプ一つで、はい、あ分かってきたなとかなるんですよね、はい。攻め同士、守り同士で、あのぜひザックバランに質問したいことをクロストークしていきたいなと思います。ミンクス風売れる美容師の作り方。売れる美容師の作り方難しいですよねいきなり難しい質問をいただいてしまいました。ボールを取ってくれるとかいるから投げれるっていうね、いいバッテリーだね